いつも始まりました。よろしくお願いいたします。本日なんですけども、デイトナさんのボルトメーターをつけていきたいと思います。アクアプローバコンパクトボルトメーターです。コンパクトボディのデジタル電圧計、防水ですね、イグニッシャンキーに連動して電源のオンオフが可能ということで、リアルタイムにですね電圧を示してくれるメーターになっております。これなぜつけるかと言いますと、この間ですねクロアドレス125の方にグリップヒーターを取り付けまして、白アドレスの方にも何かつけたい、何かつけたいっていう理由で、今回これをチョイスいたしました。っていうのは置いときまして、電圧のね管理っていうのは非常に重要になっています。特に冬はですねバッテリーの状態がね弱くなりがちですので、しかも電熱系のねグリップヒーターとか使ってましたら、さらにねバッテリーが弱まる可能性がございますので、それをいち早くですね気づけるというアイテムになっておりますので、これをつけてですね常に安心しながら快適にですねアドレス125に乗っていきたいと思っております。っていうのも置いといて、やっぱり何かつけたかった、ではつけていきましょう。こいつをつけるそれでは開封していきますよ。うわ、ちっちゃい、ほんとちっさい。はい、ではざっと袋の中はこういう形になっております。本体ですね、非常に小さいです。私のこの iPhone SE2 なんですけども、それと比べてみましてもかなりコンパクトになっております。この住所組合のステッカーより小さい。私の KY スタイルズステッカーより小さい。素晴らしいサイズ。で、電源ハーネスがついておりまして、こちらにつながるわけですね。はい。で、こちらの配線の先に、このカニさんですね。カニさん。どちらもですね、クワガタになっております。この赤い方がバッテリーのプラスで、黒い方がマイナス。この白がイグニッションキーですね。アクセサリー電源になるので、こちらをどう取り付けるかで、加工が必要かどうかになってきますね。付属しているエレクトロタップを使い終えば、しっかりですね、押し込んでいただいてっていう注意が必要なんですけども、私はこれ使わないので、ここの先をね、加工して、この商品を取り付けたいと思います。まあ、カプラーでも付けようかなと思っております。はい。で、保証書が付いてますね。保証期間は購入から1年間ということでございます。本体を留める両面テープも付いております。そうですね。取扱説明書ということで、安全上の注意とか、取り付け条件、構成部品とか書いてあります。付属しているものを確認しておきましょうね。メーター本体と電源ハーネス、両面テープ、結線コネクタですね。全部入っておりますね。で、反対がですね、商品の特徴ということで、白色バックライトで夜間も視認が可能。12V 以下でバックライトが赤色に切り替わる。バッテリーアラート機能搭載。わかりやすい。メーター本体の電源がオフの時は、消費電流 0mA の省エネ設計。電源つかない。電流ゼロ。はい、ではもう一枚はですね、使用方法と使用上のご注意。トラブルシューティングが書いてますね。反対は真っ白でございます。では、配線加工してですね、実際に取り付けていこうと思います。はい、それではざっと外しました。頭を外したのと、ここね、カバー取ってで、あとバッテリーですね。はい、というわけで、ボルトメーターの配線はですね、上からですね、バッテリーの方に通していきます。こっちのね、白い方はね、ここの上のグリップヒーター失敗したカプラーが余ってるんで、あそこからいただきます。こんなに長くいらないですね。まあ、後で配線加工していきます。とりあえずこれを通していきますね。手が入りますんで、傘の骨、ぜひやりやすいところ行ってこい、これでプラスとマイナスつけますが、まだつけません。
では本体の取り回しですが、コードはねこっちから来てますんで、こっちからコード来るようにセッティングしていきましょうか。反対やったらこんな感じになっちゃうんで、自然に行けるようにこっちですね。例のごとくここ通して、ここから通してで下ですね、ブランブラン、ここでドッキング、ドッキングです。静かにドッキングしますね。カチンとなるんです。配線の方をしましょうか。この奥のカプラーから来るので長さは全然いらないですね。はい、それでは上の方で遊んでるカプラーをですね、使用するためにこれは白をですね加工していきますね。長いんで切ったらここに届かなくなりました。これぐらいね切っておきました。ここについてるのは HM 型ですので、データさんのこれの HM 型のコネクタセットで作っていきたいと思います。 HM 型若干ねここの形が違うんですよ。こうカプラがあるんで、こう差し込みます。上がプラスですね。上がプラス、ここにプラス入れていきます。マイナスですね。結構ライン。はい、では接続終わりましたので試しにつけてみます。はい、最終の取り回しこういう感じにいたしました。この奥のカプラーからですね電源取っておりまして、これがボルトメーターの防水のカプラーになってます。だいぶぎっしり詰まってるな。この辺もですね動かしても特に引っ張られるようなところもないです。大丈夫ですね。じゃあ戻します。無事にボルトメーターねついたわけなんですけども、どこにマウントするか。またまたデイプランさんのハンドルクランクブラケットを無駄に買いました。買っちゃいました。これを使ってここにマウントしていこうと思います。中身は非常に簡単なものとなっております。これですね、このセットが矢印が書いてますので、カポッとこういう感じですね。でこれを止めるビスが2セットですね。中に入れるゴム、あと両面テープですね、つけていきます。あ、説明書は付属しておりません。アルコールで出し、いや、これ付属の両面テープで固定していきます。きつ、はい、できました。バッチリですね。さ、やってまいりました。これを剥がすときが、さあ準備はよろしいでしょうか。いやよし。
今度別のことしてもらう。今ご飯を食べて。当チャンネルは二輪エンターテイメントチャンネルとなっております。整備カスタム動画などハウトゥー的な感じになっておりますが、それもクスッと笑っていただくための動画となっております。もし参考にされる場合は自己責任でよろしくお願いいたします。いいねボタン、チャンネル登録していただけると喜びます。